はいどうも皆さんこんにちは。今回はケモケットに今まで3回参加してきた僕がケモケットの参加方法と予算、持ち物などについてお話ししたいと思います。この動画を見てケモケットへの参加の不安を少しでも拭えたらなって思っています。まずケモケットとは年に3回行われる獣に関する同人誌やグッズの即売会となっています。以前は着ぐるみなどとの交流もあったみたいですけど、今は情勢的に行われていません。そして参加方法なんですけど、2022年3月時点での参加方法について紹介します。参加方法自体はすごく簡単で、開催の2週間から1ヶ月前に入場チケット付きのカタログがアリスブックスで購入できるので、そのカタログについてきたチケットを当日持っていくだけです。このチケットには整理番号というものが書かれていて、例えば B の11番とか C の102番とかっていうのが書かれています。この番号とブロックに分かれて入場するんですけど、この番号が早い方が先に入場できたり、アルファベットが若い順に入場したりするので、もし早めに入場したいっていう場合は決済順で番号が決まるらしいので、公式ツイッターをチェックして早めに購入することをおすすめします。早めに入場すると売り切れなどの心配もないので、その辺が心配な人は早めに買った方がいいと思います。ケモケットの直近での開催場所は1月に行われる新春ケモケットと、4月から5月頃に行われる通常のケモケットは東京、埼玉、横浜あたりで行われることが多いみたいです。そして9月に開催される関西ケモケットでは大阪、神戸となっています。はい、ここからは初めて参加する人の疑問や不安に焦点を当てたトピックについて話していきたいと思います。はい、まず予算なんですけど、まあ予算初めて参加するんでしたら、こちら3万円ぐらいあれば好きなものを不自由なく買えるかなって思っています。まあ初めて参加するってことで、まあ同人誌とかグッズとかってほとんど何も持ってない状態からスタートってまあ仮定してるんですけど、そこからサークルさんによっては過去の同人誌なども販売していたりするので、まあその辺も好きな絵師さんとかの同人誌を買っていたら、こちら3万円ぐらいはかかるんじゃないかなって思いますね。あとアクリルキーホルダーとか、まあ、1000円とか普通にするので、まあ、その辺も買ってたら、まあ、3万円は余裕で超えてしまうんじゃないかなって思っています。まあ、本当に好きな絵師さんがいて、もうその人のしか買わないとかだったりとかっていうのであれば 1,2 万で足りると思います。はい、次バッグについてなんですけど、まあ当日の装備ですね。こちらはですね、まあ予算が 1,2 万円ぐらいでしたら通常のリュックサックで賄えると思います。そしてまあそれ以上になってくると、まあ同人誌仮にまあ3万円に同人誌全てに使ったとしたら、まあ60冊とかの単位になってしまうので、まあその点ではこちら大きめの手下げなどがあるといいと思います。企業ブースなどがもしある場合、アリスブックスなどでこういった手下げの方も300円ぐらいかなで結構大きめの手下げ売ってるんで、まあそちらもまあもし忘れた方はそちらでも一応買えるので、まあ予算に合わせたまあ1万円未満だったらまあリュックサックとか、3万円以上だったら手下げ持っていくとか、まあそういった感じで用途に合わせて選んでいくといいと思います。質問来てました。一人でも大丈夫？一人でも問題ありません。実際ほとんどの参加者が一人だと思っています。まあ見た感じ、購入するときはこれとこれくださいっていうだけなので、コンビニとかと同じ感覚で買えます。未成年でも楽しめる？はい、楽しめると思います。しかし成人していた方が楽しみは多いと思います。まあ未成年でも参加できるし、健全本やアクリルキーホルダーやグッズなども普通に購入できます。しかし販売されている本は体感で8割ぐらいが、まあ、成人向けの本なので、18歳以上の参加者よりかは購入できるものが少ないので、その点はご留意ください。はい、いかがだったでしょうか。僕が初めて参加するときに不安すぎてめちゃくちゃ調べたりしたんですけど、その不安を解消する回答が出てこなかった記憶があるので、まあ、こういった動画を作らせていただきました。まあ、コミックマーケットと比べるとまだまだマイナー寄りのイベントではあるケモケットですが、まあ、その辺は仕方ないかなって思っています。ケモケットについて何か質問とかあればぜひコメントしていってください。分かる範囲でお答えいたします。では最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ではまた何かしらの動画でお会いしましょう。バイバイ。